盆踊り、棒踊りについてご紹介をさせてください。この踊りは明治18年に滝の高から伝えられました。その当時の有志たちが田野脇の郷土芸能ということで風本大祭や地域の行事で披露してまいりました。昭和27年の風本大祭では4チーム24名で踊りを行った写真記録が残されております。現在の90歳前後の方が18歳から23歳の頃であります。この踊りも一時途絶えたものの昭和60年に再度復活したものであります。復活後は保存会を立ち上げ、現在は学生を含んだ活動をしております。本日も中学生2名、高校生1名がこのメンバーの中に含まれております。そりゃよ
サウシワエエイオヤヤネヤマダシウウシワヤソラヨソレナサキイキオこれで全行程を終了いたしました。